これで 300N のインパクトレンチですね、はい、インパクトします。この横打ちでこんなパワーあるのはうちだけですね、はい、でひっくり返してで上向きもできるし、両手で上に立ってるこれやっぱ頭が入るってことでやっぱ狭い現場で使われますよね、はい、ちょっと特殊なところだと本当あの草刈り機全然違うんですけど草刈り機のですねカッターの刃を取り付けとかで草刈り機ちょっと落ちてきてね、これね。それもモード変えられる。あ、そうです、モード変えられました、うん、それが一番下なんで、もう半分以下ですね、トルクも、はい、非常にゆっくりになりますし、はい、これ歪んだらすげえよ、本当に。インパクト入れにくいからね。できますか。いけてるところといけてないところと、こういう普段入りにくいところだから、ネジロックの635とか塗ってあるやつだから、ね、あ、なるほど、すごいすごい、外れた、じゃあこれ10万かな、一瞬だね、これね、いいね、いいね、買おう、それでそれもいただき、ヒヒヒヒ、だってエアじゃダメだったからね。そうそうそう、エアじゃ無理だ、ここエアとかできないんです。あ、元々入らないってことですか。そうそうそう、道具が入る、緩まない持たれてる、それも入らない、この辺はそれでないです、この辺はないですけど、やっぱこことかね、やりづらいとこはある、うん、この下側はもうこの内側から止まってるんで、タイプでやるんですか。